はい、こんにちは。今回は NEC のザンクです。起動負荷、通電負荷でございます。早速、AC アダプターぶち込んでいきましょう。0.1ちょっとショートしてますね。バッテリーはもう外してあるので、うん、今までのパターンだとだいたいこの機種はここら辺がショートしてるんですよ。してないっぽいな。なんか汚いね。なんだこれ、もともとこんなもん、なんか水濡れっぽいけど。19が来ないといけないんじゃないのか。まあ最初ら辺だけだな、出てるのは。でここが 3.3 と5のあたりなので、もちろん19が出ないから途中で止まってるんで出ないっす。で、ここにも19が来るはず。今までの記憶では出ません。なのでどっかがショートしてるってことですね。 0.1 ぐらいだったら発熱わからんべな。ショートしている場所を探していきましょうか。なんかここが怪しいですね。というともこんなもんかな。
スタート付近だしね。特にクラックが入ってるような様子もないね。ん？ここショートしたら、ここら辺もショートしそうな気がするけ、してるね。最初から、なんだ、せっかくサーマルカメラ持ってんだから、それでちょっとした発熱部分を調べればいいと思うんですけど、まあ、みんながみんなサーマルカメラ持ってるわけじゃないと思うので、まずは最初、アナログ形式っていうの？手動で？なんて言えばいいんだろう。まあ、テスターでこういう感じで追うっていうのを見せた方がいいかなと思ってやってます。まあ、ただこれが合ってる、これが壊れてるのかどうかは分からないですけど、一応ショートしています。他のとこを見てみるか。以前 NEC の似たようなやつで、ここら辺のどっかがどっちかのコンデンサーがダメになってヒューズが飛んだとかっていうものもありましたけど、このここは大丈夫っぽい。で、そのあと一個の NEC のやつもここら辺がショートしてたような気がするんだよな。してますね。お？なぜ？マジか。ここもショートしている。でもそれ以外は大丈夫そうだな。まあ一応怪しい、ここもあったな。怪しいところがここと、あ、こことスタートラインのここら辺なんで、 0.1 アンペアなのでアダプターさしてみます。微妙に暑いけどな、これ。これなんか見やすいか。全部だな。で、次に。おい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 、分からんぞ。なんか。
予想し思ってたのと違う。全部抵抗が発熱してる。難しい。こんだけかけるよ、熱くなりそうなもんだけどね。これか？分からんぞこれ。目視でありました、ありました。一応ここ顕微鏡でこれです。どっちなんだ。このサビ変色してる方を外してみようか。ほんと微妙なんですけど、クラック、これね、これのせいですね。収まった。収まった。で、ここまでだったね。収まった。OK。収まった。で、多分、このままの状態で電源入るはずなんだよね。まあ、いや、ちょっと短いので電源は入れる前にショート。あれ、収まってない？あ、収まるな。前の NEC と同じ感じだ。リュックになったら収まる。オーケー。で、一応このコンデンサは、こっちのコンデンサは交換しますので、その前にコボルト 3.3 OK。
これ19ボルトラインなのか。19ボルトラインだな。割ってなんか電あれ あそうか刺してない。ああ、ヒューズも切れとるね。まあ、一応近くのだからあっちがショートしてここまで来て保護が保護したってこと、保護っていうかヒューズ切れて保護が保護したってこと、保護っていうかヒューズ切れてしまったと。これここには 2.5 来てるんですけど、バッテリーだね来てないので、多分このままだと充電ができないと思うんだよね。ここも変えよう。 OK、 これ調べてみると 25V で10マイクロファラドだったかな。 25V のそうだね、10マイクロなので、それは確か新品があったはず。25V 10マイクロファラドを、どこまで変えるかな。これ教科書的なことを言うんだったら、別に僕基礎からちゃんと学校行って習ったとかじゃないんで、カイロの学校みたいな、教科書的に言うんであれば同じ容量のコンデンサは変えるべきとのことです。あのブログとかこのエンジニアのなんかこのちゃんとした人の見解で言うと。だけど、ほとんどここ考え方の違いなのかな。日本の修理屋さんの実績とかを見るともう全て変えてるっぽいんですよ。同じこの 19V だったら、あのここだけじゃなくて同じ規格の、だってこれ2012のコンデンサーなんですけど、2012の 19V ラインを全部変えるって言ってたんですよ。でもそれすると、あ、まあそれをしてそこそこいい修理代金を取ってるのかどうかは分かんないですけど、金額まで書いてなかったんで、っていう修理屋さん日本には多いっぽい。全部の修理屋さんに聞いたわけじゃないんですけど、僕が見た修理屋さんの実績の中では結構その全体的に変えてるっぽい。でまあ最低でもこのこのラインだけは変えるっていう修理屋さん
っていう感じのパターン。残りは細かい修理実績を書いてない修理屋さんがほとんどなんで、あまり修理の方法とかってノウハウ提供し、ノウハウ公開したくないっていうのが日本人の考え方だと思うんで、まあ、僕日本人なんで偉そうなこと言えないですけど、また素人ですし。で、海外の修理屋さんのこう YouTube 動画とかを見てると、なんだっけこれ、パソコンって言うんだっけ、パソコン、セラコン、外してもそんなに問題のない、外してそのまま使っても問題ないコンデンサーなら、そもそもつけないで終わってることが多くて、で、部品変えるにしても同じライン全部変えてなくて、こう該当の部品だけ1個変えてるっていうことがほとんどなんですよ。で、また大体こういう感じで新品のやつをわざわざ買わなくて、ほとんどがドナーから取ってやるっていうことがほとんど多い。まあ、それで安くで済ますっていう考え方なんでしょうね。まあ、文化の違いとかあるんだと思うんですけど。で、まあ僕は今回はせっかくこれあるので、これに変えます。まあ、で、全部は変えないです。全部変えるとなると大変なんで。緊張の一瞬。オッケー。イエーイ。よし、起動はするぞ。問題はバッテリーだよな。ランプがつかないな、充電の。バッテリーがありませんってなってるな。あれ？充電完了ってなってる。あ、つくな。よかったよかった。つくわつくわ。充電完了してるから充電ランプがつかないわけだな。なんだよ。
はい、今回無事に、直すことができました。ちょっと容量が悪かったところが前半ありましたけど、まあ結果オーライということで、よしとしましょう。Win5i7 のモデルが手に入ったので。あ、充電ランプ今つくようになったな。大丈夫だね。OK。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。